大公が平らは、鳥取県鳥取市百国技大公が平らにある、戦国時代の付け城である。天正9年に、橋場秀吉による第二次鳥取城攻撃の際に造営された。秀吉の尋常跡は、史跡鳥取城石府大公が平らとして、1957年に鳥取城と並び国の史跡に指定されている。 織田信長の命を受けて、中国経営に邁進する秀吉は、一度支配下に入れておきながら、再び、毛利氏側に立った、今は国鳥取城の攻略を決意し、天正九年六月二十五日に三万の大軍を、率いて、巨城、姫路城を進発した。七月十二日には早くも鳥取城の法陣が、完成している。対する鳥取城には、毛利氏から派遣された。 優勝、吉川京家が2000の将兵と共に守りを固めていた。秀吉は標高263メートルの鳥取城の東方、標高251メートルの大尺山城に本陣を構えた。橋場秀長をはじめとする配下の諸将たちが、毛利法の鳥取城、仮金山城、丸山城の三つの出城を、 大円状に取り巻いて、山霊から城下まで延長1 2トルに及ぶ長がいの陣を敷いた。秀吉軍は完全包囲によって、木内の領職を断つ、地球戦の構えを取るとともに、毛利法の援軍を予測し、毛利法主力との決戦も想定した、敗陣となっている。これまで、秀吉は、鳥取城攻撃にあたって、若狭国の商人を使って、 今は国内の米を高値で買い集めたことで、鳥取城に対する経済封鎖を行ったとされてきた。近年になって、小田軍は次に述べるような三重の厳重な包囲網で、鳥取城に対する経済封鎖を行っていたことが明らかになった。これは、鳥取城に対する数年がかりで構築した大規模な経済封鎖だった。本校で述べる大港が平を中心とした包囲網。 毛利方に属していた、ガロ港、二条山城、ア滝七曲城、四条城、聖山城、船岡城、京石城、若狭鬼河城、弓、川地城、六野城を攻略したことによる、稲葉国一円に及ぶ、包囲網。毛利方に属していた東方期の南城をもと継ぐ、南みまさを支配していた、ウキパナオイを調略したことによる、中国地方の東半分に及ぶ、 包囲網、工場戦は4ヶ月に及んだ。小田方の巧みな経済封鎖によって、食料の不足していた、鳥取城内では、牢城にヶ月目にして早くも食料は尽き、牛馬や壁土、果て和が死者の人肉まで奪い合うという気が地獄を、減出した。上昇、吉川京家は山城を見るに忍びず、自らの命に変えて、城兵を救うという条件で10月25日に、 城下の正則ノで自陣、鳥取城は開城し、法移陣は解かれた。鳥取城を落とした秀吉は、上将として宮部慶順を入れ、ついで法帰国に進み馬の山まで進行していた吉川元春と退陣している。しかし、冬を迎えるとともに潜り方の装備が十分なことを知った秀吉は、急遽撤兵、11月8日に姫路に帰城している。その後、 秀吉が元白の地を訪れることはなかった。秀吉が築いた尋常軍は江戸中期頃まで軍事施設として認識されており、半世紀の鳥取上絵図にもその旨の記載が残っている。秀吉の本陣が置かれた大釈さ山は本陣山と呼ばれるようになり、現在はハイキングコースが設けられている。また本陣跡裏手の広場にはマイクロウェーブの中継所がある。 秀吉が本人を置いた大赦山を扇のようとして南西方向のクリアと北西方向の縁護寺、さらに浜坂集落にかけて秀吉配下の諸将の尋常跡や規模の大きな土塁、縦彫り、空彫りが残る。戦国末期の尋常軍として大変貴重な遺構である。しかし史跡指定を受けていない縁護寺地区とその近くの八幡山、浜坂地区は 近年のベッドタウン化により宅地造成が進んでおり、多くの人情が消滅の危機に瀕している。秀吉の本陣跡で、鳥取城本丸から 1.4km 東に位置する大石山頂にある。内陣は東西 47m、南北 36m で、大手湖港が南口、絡めて湖港が東側に開かれている。鳥取城に相対する。 西側の土塁場の両端には、各一箇所ずつ、合計二箇所の矢倉台がある。大手口両側には、水が蓄えられたと見られる、矢原堀が掘られている。絡めてこ湖港の外には、兵馬の駐屯地があったと見られる広場があるが、現在ここには、マイクロウェーブの中継所が建てられている。本陣を囲んで大小の作兵地が十数段に、渡って築かれ、 本人足元を完璧に防備している。織田軍梅花の一部将にしては、非常に大規模かつ緻密な構造の尋常であり、当時中国出陣を考えていた信長を迎える、ことも想定していたとの説も出ている。秀吉の弟、秀長の陣所は秀吉本人の北西、標高216メートルの通称太平の山上に、ある。 東西に細長い長さ70メートルの陣所である。秀永陣から秀吉本人にかけて延長700メートルに及ぶ大規模な空堀が構築されている。これは秀吉が毛利本体との決戦を想定した防衛ラインと考えてよい。秀吉本人のあった大尺山頂より南西方向に伸びるクリアの山霊には10箇所に及ぶ。 つけしろ軍の遺構が明確に残る。秀吉本人近くは、彼の直進が守りを固めたと考えられる。長谷川周一陣堀尾義春陣戦国秀久陣の他は、首相が伝えられていないが、遺構の保存状態は、極めてよく、戦国末期のつけしろ軍を調査研究する上で、大変貴重な遺構である。長田神社から分け入っていく谷の奥の小鳥出軍で、 鳥取城に相対する最前線である。ここも、遺構の保存状態が良好である。桑山茂春、柿谷三成、三好新吉らの諸将が陣を構えた。円郷自治区は宅地化が進んでおり、すでに三つの付け城跡が消滅している。太閤が平らのある本陣山から、峰続きの標高を120メートルの尾根城に、 全長380メートルにわたって高さ1から2メートルの土塁が連なっている。土塁の裏側は幅30メートル以上の広い作兵地となっている。これも毛利軍との決戦を想定した迎撃戦と考えてよい。後に秀吉の養子となった三好新吉の陣。一説によると宮部慶順の陣所跡とも言われる。鳥取城の出城だった丸山城に近い八幡山にある。 完全な土塁方式の尋城が残っているが、これも、宅地造成により消滅の危機にある。佐藤市寺から浜坂にかけての丘陵上に、付け城が連なっていたが、宅地化や、水道設備の建設などで破壊が進行している。鳥取城を攻略後、霧山城を与えられた、柿きや久さしぶさの陣宅地造成により消滅した。宅地造成により消滅した。平地人は、 鳥取の城下町や高地となったため、遺構は残っていない。以下の所長が港川沿いに展開した。仮金山城は、橋場秀吉の来航に備えて築かれた鳥取城の市場である。本城である鳥取城とガロコを結ぶ、兵楼運搬路の中継点だったが、宮部慶順の攻撃で落城し、鳥取城落城を早める結果になった。近年の調査で、 狩金ガ山城及びその周辺の鳥出にも鳥取城に向けて重厚な土塁が築き足されていることが明らかになった。狩金ガ山城が秀吉軍の手に落ちた後鳥取城のより一層の孤立化を狙って回収されたものと考えられている。ありがとうございます。